ブラックフェイスで歌うアルジョルソン。宣伝用写真から。ジャズシンガーは、1927年10月6日に、アメリカ合衆国のワーナーブラザースが公開し、バイタフォン方式による音声付きの映画、やや不正確な表現であるが、しばしば長編映画として、世界初のトーキーとして言及されることがある。ウェイト、エイミニット、ウェイト、エイミニット、ユーイントハードナッシンイエット。 というセリフが有名である。2005年6月に発表されたアメリカ映画の名セリフベスト100ではこのセリフが第71位にランクインしている。映画全編を通してのトーキーではなく部分的なトーキーだったが驚異的な興行収入を記録しトーキーの時代の幕開きとなった。第1回アカデミー賞で脚色賞部門でノミネートされた。1953年と1980年に リメイクされている。ユダヤ人の少年ジェイキーラービノビッツは、ある酒場で俗的な歌を歌っていたのを、ユダヤ教師最長で厳格な父に見つかり、感動されてしまう。数年も、ジャック・ロビンというアメリカ人の名前を名乗ったラービノビッツは、長年の夢であったジャズシンガーになり、人気を博していた。舞台女優メアリーと恋仲になったラービノビッツは、彼女の手助けで大舞台で歌うことになったが、 その前日、母が訪ねてくる。ラービノビッツが歌う日は、ちょうどユダヤ人にとって、聖なる日であり、ユダヤ人たちが、父の経営する教会に集まり賛美歌を歌う、日であった。ところが、父が病気で倒れてしまったのだった。母がラービノビッツを訪ねてきたのは彼に、父の代わりに賛美歌を歌ってもらう様頼むためだった。メアリーは、ラービノビッツは、もう立派なジャズ歌手であり、自立した大人。 そんな彼に親の都合を勝手に押し付け、大舞台を不意にして良いのかと抗議する。しかし彼はあえて教会で賛美歌を歌うことを選ぶ。メアリーのジャズシンガーが賛美歌を歌っているという嘆きの声を傍らに、ラービノビッツは立派に父の代役を果たすのだった。病床の父はそんな息子の歌声を聞きながら息を引き取るのだった。数ヶ月後。 改めて大舞台で歌うことになったラービーのビッツは顔に墨を塗り黒人に奮しながらメアリー、母の前でマイマミーを熱唱する。母はそんな息子の姿を涙を流しながら見守るのだった。ありがとうございます。